ました。500ミリリットルのペットボトルに対してこのサイズです。大きくてもここの上のところが黄色いタイプはとっても柔らかいそうです。この大きなタケノコの皮を一瞬で剥く方法。まずは包丁で切り目を入れます。縦に切ります。真ん中ぐらい包丁で刺して、いきますよ。ペロンペロン、ほぼもう抜けちゃいました。めちゃくちゃ気持ちがいい。こちらもペロンって抜けちゃいました。これ本当に1枚ずつめくってことです。拭いたらいいな。お塩を小さじに山盛り3杯入れます。タケノコが浮いてこないようにお皿で蓋をします。冷めました。石の水にさらしてお肉を続けます。くるっとなってるここの中にもいろいろ汚れが詰まってたりするのでよく洗います。が少ないものなのでさっと塩茹でしていきます。先のちょっと傷んでるところを切ってきます。 600cc ぐらいのお水に小さじ1のお塩入れます。沸騰しました。でこちらにお米を入れて、2分ほど
分経ちました。冷水にあげます。ごめんね、冷水にさらします。ココミとタケノコの炒め煮を作ってきます。アカデミアナッツオイルを、タケノコの木の穂先の方を使います。トビウオ、マザーソルトとかが入ったこのお出汁を取り入れます。黒砂糖もこれまで1杯ぐらい。醤油大さじ軽く1杯。もしご家庭にあったら日本酒を大さじ1杯、アルコールを飛ばします。塩を少々、塩完成です。たけのことこごみの炒め和えです。冷めても美味しいです。